どうも千葉さん、よろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。こちらシールという車ですね。 BYD の技術として CTB セルトゥーボディという技術を採用しております。バッテリーの設計、パックの設計と車体設計を合わせたっていうのは、これすごい面白い発想だなと思ったんですが、こちらがまた別のブランドでですね、あのメルセデス・ベンツと合弁会社という形で作っているデンツァ。すごい高級感ありますね。こういったデザインもですね、あの当然 BYD の強みというところと、メルセデス・ベンツというブランドのですね、こういった良いところをやっぱりこう反映させているっていうところから、デザイン性も非常に豊かになっているかと思います。今回の BYD ですけど、シールを発表してこれ来年出ますと、であと2つSUV とミニバン出したんですが、単なるコンセプトカーじゃなくて、本当にこれから販売するぞというものの提案がしっかりできてるなっていう、そういう実感を感じました。